手伝ってくれって言われて。マスター、顔出し OK です？あ、全然大丈夫です。あの、どこでフィレットワールドさんじゃないわ、間違えた。杉並のフィレットカフェさん来て、マスターいい方、もう無理に起きてもらったみたいな感じ。藤子ちゃんどこ行った？藤子ちゃん、お友達、ほら藤子ちゃん今じゃあ何ヶ月ぐらいですか？11月6日前だから、12、1、2、3いやね、3、4ヶ月もう、そうだね、4ヶ月、まあ、やっぱり注射打ってもらったですね。そうです、あの上の子連れてきていますけど、こっちの子が年上ですね。だからずっと一番、もうこの子ものすごい小さいですよ言われたら、もうむく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 大きくなって。あの手足が大きい子は大きくなりますよ。私最初全然知らなくって、いやー可愛いって買った時、大きくなる子2キロ超えますか？あのね、何だったかな、ホールデンなんですよ。ああ、じゃあそこにいるあのメスのホールデン、こんな黒い子ちゃん、お目目の、それはあの、パスバレーですね。あ、はい、のおとなしいやつ、はい、パスバレーのあの藤子ちゃん、シルバーミット、藤子ちゃん、そこら辺にあのすごいあの1キロ超えたでかいあのアルミノがいるんですけど、それホールデンですね。1キロ超えた子、はい、どこにいます？あ、出てきました、あのお部屋の中から。男の子ですよね？女の子です。そうなんや、はい、それ女の子でホールデンで、あの中野のそれやっぱりあの藤子ちゃん、あってんだし、あるわ、かわいらしい、あの中野のあのフェレットワールドの本店の子なので。あそこは上手にしてるよね、はい、トイレでも本当に間違うことなくって。そうですね、あのあそこはあのきっちりと結構あのしつけをしてから。そうなんです、あのまだ持って帰れませんって言われたんですよ。藤子ちゃん寄ってってみ、ほら慣れたら寄っていきよね、自分から。あ、そうですね、寄っていきよな自分から、藤子ちゃん。ベレットは社交性はあるね。すごい懐っこいですよね、こんにちは、自分から行きよるわ。藤子さんあんまり年離れてから他のベレットと会うと結構怖いです。うわ嬉しい、藤子ちゃん嬉しい、自分から生きよう、分かるんやね。あ、大きいね、この子、ほっとかわいいね。藤子ちゃん、みんな出てきてくれたで。あら、こんにちはって、かわいい、初めてやね。かわいい、かわいい、見て、みんな寄ってきてくれてるわ、ぶちこちゃん。この海のあのホールデンの初期に来た子ですね、ちょうど第2便ぐらい。アルビノちゃん、あ、お目目の赤い子ですよね、赤い子の、かわいい。大体でもなんかホールデンちゃんいうな、神々か。あ、でもベレットはその子の性格によります。全部が全部そうじゃない。へえ、はい、性格10匹いれば10匹違うので。藤子ちゃん、例えばあの倉庫取りに物を捉えてもあの全部当たりはまりません。傾向だけ違うんやね、人による。はい、あの10匹いれば10匹違います。藤子さん、あれどこ行ったんやろ。あくまでも傾向なので。藤子さんのお友達ほら、10匹いれば10匹違うと思って大丈夫。お友達なら、お友達、あのその子っていう考え方でやらないと。ねえ、この白い子、細いよね。あ、その子はフィレットワールドの、うん、港未来だったから。
あーわーかわいい、見てみんな寄ってきてくれ。この薄い茶色の子は、それはあのバタースコッチって言いまして、うん、あのシナモン系のバタースコッチっていうんですけど、うん、それもパスバレーですね。あの本当はなんかあのあれなんですね、一番最初の私らみたいなのはマーシャルさんが一番買いやすい。そうですね。ああ、ただマーシャル値段高いんですよ、少し。だいたい相場はだいたい5万ぐらいからかな、4、5万ぐらいからなので。え、私この子75、そうそうそう、あのホールデンは高いですよ、数が少ないから。そうなんですか、はい、あのホールデンフェレットは数が少ないのでファームが小さいので。かわいい。そうですね、あれで、そうですね、アルビエナは買った時やっぱり8万、9万、10万近かったんですよ。かわいいよな、寄ってきてくれよな、プチコちゃん、よかったよな。いや、ほんでね、はい、5月のね、14日にね、はい、あそこ連れて行くの、聞いたんですよ、フェレットワールドの店長にね、はいはい、できればお友達とかこうやって接するとこないんですかねって、はいはい、実は結構少なくってって言われて。そうです、少ない。で、私お宅のことはね、前から検索でピッて引っかかってたんですよ、はい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 、で、あと見たら岡山とかも出てきて、あ、スキップさんね、はいはい、岡山まで行くのはと思ってて。あとは岐阜のクラウンドさん、はいはい、あとは大阪にスターカフェって言って、爬虫類とかいろんなのがいるところがあります。あ、 YouTube で見ました、それ、はいはい、教えてもらって。じゃあ、あそこ千葉のララポートさんでね、はいはいはい、5月の14日にね、はい、あ、やりますね、はいはい、そうそう、あれをねエントリー出したんですよ、はいはい。じゃあそれさ、うちこさん100匹ぐらい来るからちょうどいいよって言われて。100匹ぐらい来ます、はいはい。大体それで、そうですね、大体フェレットショーが、そうで集まるのが400匹ぐらいですから。かわいいね。うちの子人慣れしてるので。そうやね、ね、あの抱かれることも慣れているので、まあ、そういうふうに育ててきてるので、まあでも歴代ずっとそうですね。こうやってしてたらね、いいよね、こうやってしてたらね。そうで、5月で丸11年買ってきたので。一番年の子で、もう子はもう亡くなってます。今これ一番年の子で何歳ですか。まあ2歳。あ、まだ若いんだ、まだ2歳。かわいい、大きいわね、むくむく、かわいい。そうですね、里子も育ててきました。里子っていうのは、里子っていうのは、